回規模的には、まあ、食品なんで必須のものと基本的に日本全国的になってるんで、まあ、規模は大きくなるし伸び率も最近上がってきます。でもやっぱり事業内容として IT 系の会社あるので、まず大前提に IT とは何かということで、情報技術という意味でコンピューターやデータ通信に関する技術の総称を指します。でこの百貨店もいろいろ形態があって、呉服屋さんが百貨店を経営したり、壱岐が百貨店を経営したりもしてます。呉服屋さんがやっているのは三越とか伊勢丹とか高島屋さんなどです。壱岐がやっているのは東武西武などです。事業内容はプラスチック製品の製造販売、プラスチック成形一筋に情熱と努力をモットーに取り組み、まあ、プールがあったりとか遊園地があったりとかする施設です。で主にホテルの外観